それではこちらの論文について自然言語処理研究室の金田氏が紹介いたします。まずアブストラクトです。既存の多くのセックトゥセックモデルには2つの限界があります。まず限定された誤り訂正データでは一般化ができない可能性がある。もう一つは複数の誤りがある分を一度に完全に訂正できないことがあるといったような限界があります。この2つの限界を解決する手法を提案しています。この論文ではコノル2014と JFLEG ベンチマークデータセットでステートオブジェアートなスコアを達成しています。続いてイントラクションです。先ほど説明したように多くのセックトゥセックモデルには2つの限界があります。まず1つ目に限られた訓練データを使用しているためにモデルが一般化してない可能性があります。2番目に複数の誤りを含む分に対して一度の訂正で複数の誤りを完全に訂正することができないというようなものがあります。こちらの2つの限界に取り組むために新しい流暢度を高める学習と推論手法を提案します。今回の発表ではまず紹介ではまず1番の限界を解決する手法について説明をいたします。その手法では流暢度というものを用います。文の流暢性をスコアに数値に表したものとなりこちらの式で計算されます。こちらの流暢度を用いて次に説明いたしますことその3つの手法でトレーニングデータを作成して問題を解決します。まずバックブーストラーニングについてです。こちらはセックトゥセックでもともとセックトゥセックで訂正するときに非流暢ではない非流暢なデータから流暢な文を生成するんですがそれの逆のバックトランスレーションを使用して非流暢な文流暢な文から非流暢な文を生成してトレーニングデータに追加します。でその際にこちらのそのバックトランスレーションで生成された非流暢な文の候補の中からその元の流暢な文の流暢度よりも低いものを選択してトレーニングデータとして訓練します。続いてセルフブーストラーニングになります。こちらは誤り訂正結果の文のうち誤り訂正をするんですけど流暢な文よりも流暢度が低い文をエラー予測とみなしてトレーニングデータに追加するものになります。こちらでは非流暢な文を入力して誤り訂正を行いその結果の候補がいくつかの文が取得できるんですけどその中の文で流暢な文の流暢度よりも低い出力結果のものをエラー予測としてトレーニングデータとして追加します。最後にデュアルブーストラーニングです。こちらは先ほどのバックブーストラーニングとセルフブーストラーニングを組み合わせたモデルになります。それぞれのモデルで出たその候補のうちトレーニングデータとされる候補のうち候補を用いて誤り訂正部分と誤り訂正部分の両方を学習することで多彩な誤りを生成することができるようになります。で多彩な誤りを生成することに多彩な誤りを使用することによって誤り訂正も、のスコアも上昇します。続いてイントロダクションで述べた2つ目の限界を解決する手法についてです。2つ目の限界というのは複数の誤りを含む分を一度に訂正することができないというものがありそちらに対するものになります。で本手法ではこちらの B に示すような、ように複数回、と誤り訂正を行うことでこの問題を解決します。でこちらに示すように最初、流暢度が 0.121 だったのが1回目は1回誤り訂正をすると 0.144 でもう一度誤り訂正をすると 0.147 というように複数回行うことで誤りを流暢度を上昇させます。でこれを何回繰り返してたところでやめるかというと、こちらに示すように流暢度が上がらなくなったところで、誤り訂正をやめるといったような手法になります。続いて実験に使うデータセットについて説明をいたします。実験に使うデータセットはこちらの3つのコノル2014のシェアドタスクのデータセットまたランジェットから抽出した誤り
誤り訂正前の文と誤り訂正した文のペア、そして、ネイティブな文のデータ、データとして、イングリッシュのウィキペディアのコーパスを用います。また、今回、既存手法が提案手法が既存の GEC モデルの改善に役立つかを検証するために、こちらのランジェルモデルを使用して、実験を行っています。その結果がこちらになります。この結果では、3つ挙げた、バックブーストラーニング、セルフブーストラーニング、デュアルブーストラーニングの、それぞれのスコアを、出しています。でまず、一番上のノーマルセックトゥセック、こちらの手法を用いたスコアなんですけど、こちらのものよりもそれぞれのバックブースト、提案手法の方がスコアが高くなっていることが分かります。また、ネイティブな文、イングリッシュウィキペディアコーパスを追加した場合のものの方が値が高くなっていることも分かります。そしてこの中で、バックブーストとセルフブーストのスコアよりも、デュアルブーストを用いた方の用いたものの方が、高く、ほぼ、一番高いような結果になっているんですけど、これに関しては、そのバックブーストラーニングとセルフブーストラーニングのものよりも、デュアルブーストラーニングのものの方が、多彩な誤りを生成することができるために、多くの誤りに対応できているから、スコアが高くなっているのではないかというような、考察がされていました。また、大量のネイティブデータを使用するとスコアが上昇しているということについてですが、まず誤り訂正した文とその訂正前の文の対というものを多く生成できるという利点と、SEC to SEC のモデルにおいて文を生成する部分のデコーダーの部分、デコーダーモデルのデコーダー部分の学習に役立つということで、こちらのような結果になっているのではないかという考察がされていました。続いて既存の手法との比較になります。こちらではコノル2014のシェアドタスクのデータセットを用いて既存の手法との比較を行っています。でこちらの表を見るとこちらの表を見たときにデュアルブーストのものでのスコアと既存のものを比べた際に CAMB17 の AMU16 を使ったものと、NUS17 のスコアの方が、本手法のものより高くなっているようなスコアになっています。しかしこの、上の2つの手法というのは、両方とも AMU16 というものを使っているということで、本手法でもそれを用いて、さらにその今回の、提案手法を、使うと、一番高いスコアが得られることが分かりました。また、ランゲートから抽出したその、訂正前と誤り訂正前と誤り訂正後の文のペアを使用すると、AMU16 を使わない場合は 52.72、使った場合は 54.51 の F0.5 スコアを得られていて、こちらは、この2014データセットにおいてストリートゴジアートな値であるということだそうです。続いて JFLEG ベンチマークデータセットを用いて、既存の手法と比較したものになります。こちらを見ると、提案手法のうちそのラング8のコーパスを用いたものの方が、用いると一番高い、スコアを得られていることが分かります。コンクリュージョンです。以前のニューラル GEC モデルの限界を克服するため、2つの限界を克服するための新しい流暢度を高める手法を提案しています。また誤りのあるデータとネイティブデータを活用して通常の SEC to SEC の学習よりもパフォーマンスを大幅に改善しました。そしてコノル2014と JFLEG ベンチマークデータセットでステートオブジアートのスコアを達成しました。以上で発表、紹介を終わります。